初めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。この度ですね、平瀬楽器サンダーセンターの、LINE アットの ID ができました。イエーイ。っていうか実は前からあったんですけど全然使ってなかったんですが、この度ですね、この LINE の使い道がようやく決まりましたので、ちょっと告知をさせていただきたいなと思います。ちなみにこの LINE アットっていうのは、まあ、いわゆるお店用の LINE なんですよね。皆さん LINE 使われてると思うんですけども、 LINE の友達に、まあ、このお店も平瀬楽器サンダーセンターも入れてくださいっていうものなんです。で、この LINE アットで何をしていくかといいますと、この平瀬楽器サンダーセンターで行っています店頭のセールの内容を LINE アットでお知らせしていこうかなと思っています。例えば、まあ、ギターの弦が少し安いですよとか、管楽器のアクセサリーがちょっと今お得ですよとか、リードがちょっと安く売ってますよとか、そういう風な案内を LINE アットで流していこうかなと思ってます。ちなみにですね、そういう風な、まあ、セールの内容に関してはこの動画のチャンネルでは、まあ、撮って編集してアップしてっていう関係もありますんで、ここでは多分告知はしないと思います。なので平瀬楽器サンダーセンターのお近くにお住まいの方とか、近くの学校に通われている方、会社にお勤めの方とかは、ぜひ LINE アットの友達登録をしていただけるとありがたいです。多分ね、このあたりにQR コード出てると思いますので、今のうちこうピッとしていただくと友達追加できますので、ぜひお願いいたします。LINE までやってないって方は、LINE のアプリをダウンロードするところから始めてください。で、一発目の友達にぜひ当店入れていただけたら嬉しいです。ちなみに ID はですね、アットマークひらせミュージック。とっても分かりやすいでしょ。もう QR コード分からへんって方は、アットマークひらせミュージックって打ち込んでいただくと出てきます。ひらせ楽器でも多分出てくると思いますので、はい、ぜひ友達登録していただければと思います。初回の配信は4月1日の予定です。そこからだいたい2週間おきぐらいにどんどん配信していこうかなと考えていますので、ぜひお早めに LINE の友達に追加してください。で、我々と交流していただければと思います。というわけで今回は平瀬楽器サンダーセンターの LINE の ID ができましたよっていうご案内でした。ぜひ友達登録お願いいたします。